チャールズ・アイブズのピアノ・ソナタ第2番マサチューセッツ州コンコード1840の60年はアイブズの2番目のピアノ・ソナタでありアイブズの代表作コンコード・ソナタという愛称で知られるこの作品はアイブズの実験的な気質をよく反映している例えば楽譜には小説線がほとんど書かれていないし火星も非常に斬新であるまた 第2楽章では14と3、4インチの板で鍵盤を同時に押すトーンクラスターが使用される。さらにこの作品では、アイブズの引用の技術が存分に発揮されている。例えば、ベートーベンの公共曲第5番の冒頭が全楽章で引用されている。アイブズ研究家のシンクレアによるアイブズ作品目録では、ベートーベンのハンマークラビアソナタからの引用も指摘されている。 1911年頃から作曲を、始め、1915年頃に完成。初版は1920年、改訂版が1947年にそれぞれ出版された。2012年に無修正1920年版が、ステファン・ドゥルリーによる構成によって、ドーバーから再出版されたとあるが、実はこの楽譜は、 カルムス・スタディ・スコアーズのナンバー901として1968年に出版されたものの修正版である。この版で弾くピアニストは多くない。ジェームス・シンクレアによるアイブズ作品目録によると、この作品は1938年11月28日、コネティカット州コスコブにて、ジョン・カーク・パトリックによって初演された。さらに、 それ以前にも抜粋演奏などがなされたという。ただし1939年1月20日、ニューヨークのタウンホールにおけるカーク・パトリックの再演が初演と記録されることもある。ピアノ・ソナタは通常ピアノ独奏曲だが、このピアノ・ソナタにはピアノ以外の楽器のパートがある。第一楽章の最後にはビオラのためのパートがあり、第四楽章ではフルートのためのパートがある。ちなみに、 第四楽章でテーマとされているヘンリー・デービッド・ソローはフルートを演奏していた。コンコード公共曲と呼ばれるヘンリー・ブラントによって編曲された還元楽版、マーリン・パターソンによって編曲された吹奏楽版も存在する。約50分。超越主義にまつわる4つの楽章からなる。コンコード・ソナタの直前に出版されたエッセイズ・ビフォー。 エーソナタにおいてアイブズは次のように述べている。この作品はマサチューセッツ州コンコードで半世紀以上前に起こった超越主義運動の印象を描いたものです。この作品はエマーソン、ソロウの印象派風の絵画であり、オルコットのスケッチであり、スケリッツォは放送の奇想天外な性格を見事な描写になっていると断言できます。この作品は何度も録音されている。 最初のものは、カーク・パトリックによる1945年の録音で、コロンビアレコードから1948年にリリースされた。全曲録音もアイブズは行っているが、第3楽章と第1.2楽章の一部のみ公開された。ありがとうございます。